鈴木でございます。座ったまま説明をさせていただきます。まあ、もう15周年、まあ、周年ですか。まあ、音楽が好きだったということもあるし、親に心配されるほどワーグナーが好きだった。寝ながら子供の頃から NHK 第二放送の特集を聞いてたりね、まあ、すごい好きだったですね。やっぱりこう西洋の音楽っていうのはすごくこうある種の西洋芸術の頂点みたいなところがある。そういうのに触れないまま一生がある人が多いんですけど、生に触れるってびっくりしたり感動したりするでしょう。そういう経験がねあって、なんだか分かんないけどなんか感動するとかね、初めはみんななんだか分かんないけど感動するじゃない。それでいいと思うんですけどね。僕も結構海外にいたりして、まあ、街の人がね音楽祭を誇るっていうか、うちにはこういう音楽祭があるんだからもうちょっと鈴木さんいてとかね、そういうようなことを経験してきて、東京もそういうような街の人が誇りにするようなね音楽祭があるといいなと。大体でも初めはそんな長く続くかなとか何も無計画でまあ初め誠司さんと浅利さんと飲んでて、まあ、それくらい手伝ってもいいかなと思ったんですけどね、少しずつね上野のなんていうの人たちともう盛り上げてくれるようになって、あのアメ横にも音楽祭の旗が立つようになって、まあ、ちょっと感動しますけどね。過去のものは過去のものとして素晴らしいし、ただ自分たちの感情もあるわけだから、過去のものを現代として演奏する、あるいは過去の素晴らしさを引き出すとか、あるいはあんまり消えないようなね現代モダンな音楽ですかね、まあ商売でやってるわけじゃないんで、そういうことに触れてそういう人が「こういう音楽もあったの？」っていうようなことをいっぱいやっていきたいなと。初めの年はもうですね、上野文化会館が真っ赤だっていうことが分かったのは、お客さんの数が少なくてシートが赤いっていうことを初めて認識したとかね、どうもこれは出演者と同じ数ぐらいしか聞いてないんじゃないかとかね。まあその時にミティさんが来てくれて、まあ、鈴木さんどんな音楽祭だって初めは大変だよと、まあ、続けることだけが音楽祭が成功するというかね、ある程度の形になるんだなんて言われてね、まあ続けられるだけ続けようかと。震災の年みんな自粛してる時に、音楽家はこんな時自粛したら存在意義がないとか自分で朝日の一面広告出して強行したんですよね。その時ズビメータさんがロシアに行ってくれたんです、大工をね。その時お客さんもみんな泣いてて、指揮者も演奏家も歌手もみんな泣いて、要するにある種の感動エモーショナルなもんだから、聴衆が作っていくのかなっていう気もしましたし、本当にね辛い時とか悲しい時音楽は本当に力になるんだっていうのは実感したかな。まあ、もうちょっと続けて、僕がいなくなってもきちっとね続くような仕組みをどうやって考えて、もう一回本当にオペラをねどうやったら作れるかなと考えてます。いい演奏っていうのはたまたま来た人も感動させる力がある。だからそういう意味ではね、本当に向こうから評判になるような
クオリティの高い演奏会をやっていきたいと思ってますよね。